こんにちは、デリッシュキッチンです。卵焼き器でクッキーブラウニーを作ります。耐熱容器にお湯を入れ、別の耐熱容器を乗せます。刻んだブラックチョコレート 100g と無塩バター 50g を入れ、湯煎にかけて溶かし混ぜましょう。砂糖 50g を加えてさらに混ぜます。耐熱容器を湯煎から外し、卵1個を加えて混ぜましょう。薄力粉 50g と純ココア 15g をふるい入れて、粉っぽさがなくなるまで混ぜましょう。バターを塗った卵焼き器を用意し、生地を流し入れて平らにします。ロータスビスケット6枚を並べ、蓋をしてごく弱火で35分から40分ほど焼いて粗熱を取ります。長さを半分に切って卵焼き器から取り出しましょう。ビスケットの大きさに合わせて切って完成です。以上、デリッシュキッチンでした。